第139国立銀行は、1879年7月3日に、新潟県中区引郡高田町において開業した国立銀行。1898年1月1日に、普通銀行の株式会社139銀行に、改祖し、1943年3月29日に、営業場とする形で第4銀行に、買収されるまで、 上越の高田地域を代表する銀行であった。明治時代初期の国立銀行は、1876年8月の国立銀行条例改正により、打艦義務の廃止や、紙幣発行の緩和が認められると、日本各地で設立が相次ぎ、最終的には1 5 3行業が誕生するに至った。第139国立銀行もその一つとして、発足し、 139銀行への改装を経て、第4銀行へ統合されるまで、高田地域の金融業界を主導し続けた。1876年8月、国立銀行条例改正と同時期に行われた、出録処分により、旧高田藩市1704人には、総額71万1670円の、旧椎谷藩市34人には、総額1万5330円の、 金属交際が交付されたが、これらをもとに、旧高田藩主の正田直道をはじめとした旧高田、市や両藩の氏族や保坂定吉、笠原勝太郎など地主ら十数人が、十万円を拠出して、国立銀行の設置を計画した。なお、創立に際しては、最後の高田藩主であった、坂木原正隆も資本金に500円寄付している。 1878年11月20日に政府から第139国立銀行として設立許可が下りて紙幣8万円の発行が認められ翌1879年2月26日に開業免除がカ付され7月3日に五副町の森主芸門の別邸を借用して本店を置き営業開始した当初は東ドリーカ役員のほとんどが 旧高田藩士であり、同行の設立目的は、私族受賛や金属交際の保全だったとみられるが、役員は、東取都支配任を除き1882年までに、私族層が取締役から全て退き、代わりに、刈羽軍や中区引軍の大地主が就任するようになった。1886年上期の営業活動の内容は、 高田や直越の町人からの零細預金を地主へ貸し出すことが主であり、それ以外では観光金の取り扱いや砂糖、塩のひしむけが多かったが、すでに予体金高において、氏族の分は1割に満たなくなっていた。開業した1879年12月には、柏崎町に、1882年12月には、直越町にそれぞれ支店が開設されたが、 当時の柏崎は活発な商業活動に加えて石油産業が発展しており、直江津は海陸交通の要所地であったことから漁師店の経営は良好であった。資本金は創立時10万円だったのが、1883年までには35万円までに増加した。株主も1879年末には440人だったのが、 支店開設による営業地盤拡大を受けて、刈羽軍や中区引き軍の地主や商人を新たに株主に迎えることとなり、1884年末には883人と倍増した。同年頃の第139国立銀行は、下越の第4国立銀行、中越の第69国立銀行と並んで、新潟県を3分する中心的金融機関であった。 第139国立銀行は1899年2月25日が営業満期日であったが、国立銀行営業満期前特別処分法に基づき、その前の1897年9月22日に普通銀行へ転換して営業継続する認可を受け、翌1898年1月1日に株式会社139銀行へ改組した。その際、 売学増資が行われ資本金は70万円となり、さらに1900年には100万円、1907年には200万円に達した。同時期の人事異動の結果、頭取りや専務の役職にも氏族に代わり、地主がつくようになった。明治時代末期から大正時代初期にかけての不況下、1907年に第13師団の高田町への誘致が実現すると、 上庁の商工業は活性化したが、周辺地域の銀行や東京の銀行が、支店や代理店を多数設置したことで、上越の諸銀行の経営枠強に陥り、139銀行は、資本金を1912年に100万円に減額し、1916年下半期には、配当率を7%から5%に引き下げた。しかし、 高台進出した銀行はいずれも短期間で撤退し、また、第一次世界大戦による公共もあって139銀行の経営はやがて回復し、支店を各地に開いたほか、同時期には上越地方の鉄道網整備により、近代産業が起こるにつれて、商工業者との取引や公金の取り扱いが増加し、地主返帳経営から脱するようになった。 1913年には第13師団が満州へ渡ったことから横浜商金銀行の在満支店とコルレス契約を結び、為替網も広げた。続いて1924年7月18日には直越商業銀行と高田商業銀行、1929年12月には新井銀行、1930年11月15日には 柿崎銀行をそれぞれ合併し、1931年12月に、越後銀行を買収した結果、139銀行の営業基盤は上越全域に拡大するに至った。第二次世界大戦中の戦時体制下で、大蔵省が進めた一県一行主義政策では、新潟県内の銀行は、第四銀行への合併、統合が支持されたが、 明治初期の国立銀行以来の歴史を持ち、地元に本店を置く139銀行が合併で失われることは死活問題であるとの声が高田市民の中から上がり、1942年の春から合併反対運動が展開された。高田市会議員や同行役員が大蔵省や在京の有力者らに銀行を存続させる要陳情。 依頼を再三に渡り行ったほか、整理対象から外れるために、柏崎銀行と合併して、資本増強を図ろうとする動きもあったが、139銀行は、結局、1943年3月29日に、新潟銀行、柏崎銀行、安塚銀行、農銀行と共に第四銀行へ統合することが決定し、65年の歴史に幕を下ろした。なお、 合併に際しては、第4銀行より283万3383円の譲り渡し代金と75万円ののれん料が支払われた。第4銀行との合併前、1942年12月時点での使用勘定は以下の通り。第139国立銀行として発足して間も、内戦880年上期の取締役は以下の通り。 その後は、中首引軍の穂坂定吉や大玉五次衛門、刈羽軍の西巻時太郎、飯塚八一郎、村山義次、山口健三郎、牧口正三郎など、大地主が取締役についた。第四銀行へ合併した1943年、当時の役員は以下の通り。館内第四銀行の交渉が入った金庫139銀行は、 営業規模を拡大していた昭和初期15万円の工事費をかけて本店を建て替え、当時はまだ珍しかった地上3階、地下1階の鉄筋コンクリート作りの洋風新店舗が1931年10月1日に完成した。春光当初の本店建物は上越地方随一の大建築で高田の町に用を添えるものであった。 第四銀行への合併後も引き続き同行、高田支店として利用され、1965年6月23日の増築を経て、2009年に第四銀行が高田支店を高田営業部へ改組、移転するのに伴い、上越市へ寄贈された。しかし耐震診断により、同建物は事務所から集会施設へ転用するには、建築基準法や消防法などに、 適合するよう改修が必要で、費用も4億5000万円を要することが明らかになったことから、当面は事務所のままでの使用が決定した。そのため、旧本店建物は最初に改修された増築部分が市の文化振興課事務所に充てられたのを除き、臨時のイベント会場として活用される時期が続いたが、2017年8月より可視館施設とするべく、 処方器に適合する要改修工事が施され、2018年4月7日に高田町角交流館としてオープンした。翌2019年3月には、旧第4銀行高田支店の名称で、3枚の設計図を付きとして、上越市指定有形文化財に指定された。上越市に現存する鉄筋コンクリート造り建築物としては2番目の古さである。 高田町角交流館は、イベントなどでの貸し館がない場合は、無料で、館内見学や休憩が可能である。1階の旧東取室、旧金庫室、旧応接室の3部屋は展示室として、開放されており、建物が竣工した1931年当時の、写真や新聞記事、139銀行に関する資料、などが紹介され、2階展示室では彫刻家で、 上越教育大学名誉教授のミネタ郎が氏へ、寄贈した作品が公開されている。建物は古典主義様式を備え、外観の1階部分に留守近積みの石張りと、オレンジ色のレンガタイルをあしらって、アーチ型の枠付け窓を取り付け、2.3階には、イオニア式の1.4連柱と、軒蛇腹を設けている。内部は、漆喰仕上げで、配色は、 壁や天井を白色で、中東や各天井周りの縁飾りを茶系色で調和的に統一し、1.2階の吹き抜きホール部には6本の柱台付けコリント式円柱が立ち並ぶ。また、階段、手すり、廊下の人造席の研ぎ出しや各部屋の木製建具は、当時の優れた職人技を現代にも伝えている。139銀行に関するカテゴリー。 高田町角交流館に関するカテゴリー、ありがとうございます。